トゲグモは、丸毛を張るコガネグモかの雲の一種であるが、トゲグモ族並びに、それに類する雲の総称でもある。近縁のものは熱帯に広く分布する。トゲグモは、節足動物バサミカクアモンイクモツナクモモク、コガネグモかトゲグモ族に属する雲である。腹部は硬く、差しがある。この類では本土に生息する、ほぼ唯一の種である。南西諸島には、 下記のもう一種がある。体長は、メス成虫で7から8ミリメートル。全体にやや扁平で、ずんぐりとした雲である。全身ほぼ真っ黒。頭胸部はほぼ正方形に近い長方形で、頭部も幅が、さほど狭くならず、むしろ上に盛り上がっている。ふわしは全体に短めで、縮めると胸部と腹部の側面にぴったりと収まる。腹部は、上面が扁平になっている。 全体の形は丸みを帯びた、やや横長の長方形に近い形になっている。前後の辺の延長の方向にはっきりとした三角形の突起があり、腹部後方にもほぼ同大の突起がある。腹部は全体のきちん化しているので、手のひらに握り込むと突起が刺さって痛いくらいに硬い。腹部表面は艶があって黒く、背面に白い反紋がある。反紋は、 周辺が入り組んだ形で、ロールシャッファテストのような形である。オスは、メスより、はるかに小型で、4ミリメートルほど、メスの、約半分しかない。腹部は、メスの腹の形を後へ向けて絞ませような、三角形に、近い形である。山地の森林に生息し、樹木の幹の間に、完全な垂直丸毛を張る。網そのものは小さいが、 広い空間に網を張る傾向がある。卵納は樹木の樹皮状に丸い塊を押し付けたような形で、その表面にモスグリーンのカバーがあり、さらにその上に荒い糸がかかっていて、外見は地類に似る。生活史については、神奈川での観察では、夏の終わりから秋に散乱する。卵は秋に孵化するが、妖精は卵納内にどまって越冬する。 妖精は5月頃に卵脳を出て、それから、オスは約2ヶ月、メスは約3ヶ月で成熟する。本州以南に分布するが、沖縄からは知られていない。国外では、インドフィリピン、台湾、韓国、中国から知られている。トゲグモ族は世界に70種が知られ、それ以外にも、類似のトゲを持つクモは多い。日本のトゲグモ類は、その形は、ともかく、 地味な色合いの雲であるが、熱帯地方では種類が多く、しかも派手な色彩、派手な形のものが多い。いずれも中型で垂直丸毛を昼間に張っている雲であるが、種ごとに様々な形の角を持ち、黄色や赤などの鮮やかな彩りのものがある。長い角を持っている種では、そのために網が垂れ下がっていることもあるほどである。加藤、ありがとうございます。